久保さん。確かに、指図をまず受け取れるか取れないかっていうのは大事ですね。ねえ、久保さん。余剰資金でやりましょう。何回言ったのかわからないけど、余剰資金ではなく突っ込むっていうね。ねえ、久保さんね。僕も自分をコントロールできた理由をね、久保さんの話聞いてて、まあ確かにそうだなと思うのが、やっぱりずっと聞き続けてきたってことですね。人の指図を。 もう会社の会議イエスしか言わなかったんで、やります、みたいな。会社の社名を決めるとき、僕が社長になるときね、会社の社名を決めるときも、僕何も言ってないですからね。あ、じゃあそれで行きましょう、つ <laughs>。それで行きましょう、みたいな。ね。自分の社長、自分の一応会社なんだけど、あ、それでいいんじゃないですか、みたいな。<laughs> そう。ただ、あの、自分の会社を作るってなった場合、今僕は今自分の会社ありますけども、もう、 考えましたね。それは自分で <laughs>。そう。自分で鹿児島行くことも決めたし、自分でやることも決めたし、自分の会社名も自分で決めたし、すべて自分の責任で今動いてます。うん。だからまあ、フレーズとしてやっぱ、人の話を聞いて素直にやるっていう、まずこのフレーズじゃないですかね。で、その素直にやりまくって、いろんな失敗だったりとか、 あ小さな成功だったりとかそう積み上げて自分のロジック自分の考えに行き着くのかなっていうところですねうん久保さんが言う通り最初からね例えばあ赤ちゃんの時、うん、お母さんの指図を受けなければ飯食えないだろうしね <laughs> まあ僕たちは指図を受けてね親の指図を受けて育ってきたっていうねまあそのプロセスもありますし うん、だからやっぱまあ素直にあの聞くそして素直にやるっていうのがまあ第一フレーズじゃないですかねうん少なくても親の指図を素直に受け入れられなかったとしても誰かの、まあ、メンターとか先生の話をねまあ天才だったらわかんないですよ天才だったらもう何もかも自分の考えで全部なんか物事をうまくいくことはできるかもしれないですけど普通の人であるならば あのイノベーションなんか作れないですからうん秋元康さんとかも結局めちゃめちゃあのね AKB 成功させるまでにいろんなあの外しがありますからねあのピカソもね堀江さんが言ってましたけどピカソの絵も2万点ぐらいあると <laughs> 2万点作ってね売れてるのが何個かしかねえよねっていううんなんかまあ久保さんのその話でもなんか 1>, 1フレームありましたけども、まあ、やらなければ、ね、可能性は生まれないってことですね。やらずしてどうやって可能性生まれるんですかと。宝くじ当たったらいいなと思っても、宝くじ買わなかったら、その確率ゼロじゃないですか。ああ、1億円当たったらいいなでも買わない。そう、可能性ゼロですよね。うん。だから、まあ、素直に聞いてやってみるってことです。はい。ね。もう、あなたより何倍もやっている。 あなたより何年もやってる人が言ってるのに、それを聞かない。うん。じゃああなたが勝手にやれよって話してね。<laughs> 自分、俺に頼るなよと。久保哲郎に相談するなよって話ですよね。相談しておきながら <laughs>、ね、あの、自分で考えるっていうね。まあ思考停止でいいんじゃないですかね、最初は。最初は思考停止しろと言ってらっしゃい。